2000年ベルギーグランプリは2000年の F1 世界選手権第13戦として2000年8月27日にサーキットスパフランコルシャンで開催された2000年ベルギー GP 朝方の雨はやんだもののウェット路面を考慮してセーフティカー先導でレースはスタートした8記念が首位をキープし5周目にはミハエル・シューマッハが2位に浮上した バトンと接触したトゥルーリはスピンしてリタイアし、予選2イースタートの後期を不意にした。路面が乾き始めると、各社ピットインして、ドライタイヤへの交換を済ませた。13週目、キ期年は、リエージュで遠赤に乗って、単独スピンを喫し、シューマッハに主を譲った。その後、両者の差は10秒以上に広がるが、27週目の2度目のピットインでエアロセッティングを変えた。 八期年の勢いが増り、一周一秒近いペースで、差を詰めていった。四十周目、二台はテールとノーズ状態で、オールージュを通過。ケメルストレートで八期年が仕掛けたが、シューマッハはマシンを左右に振るブロックで封じ込めた。四十一周目、同じ地点で両者の前に、周回遅れのゾンタが現れた。ゾンタは、レコードラインを譲り、シューマッハは左を通って、 ゾンタをパス。ここでハッキネンは、ゾンタよりもさらに右の狭いスペースを突っ切る。2台は、左右からゾンタをかわすと、ストレートエンドで横並びになり、イン側を押さえたハッキネンが首位を奪回した。レース後、マシンを降りたハッキネンは、シューマッハに、ジェスチャーで走行ラインについて、何事か伝えた。ハッキネンは、今季4勝目を挙げ、シューマッハに対する、ポイントリードを6点差に広げた。 正規のオーバーテイクショーを特等席から見たゾンタは自分の両サイドからマシンが駆け抜けていくのはすごい光景だったよと語った。ブリジストンの浜島博秀は後に僕が14年間いた F1 の中でまさにベストシーンと称えた。ありがとうございます。